本日の日経平均はマイナス388ポイントでした。もはや300ポイントくらいの値動きだと物足りない刺激中毒な投資家も増えてきた頃合いです。相変わらず英国の金利差が急改善されております。普通に考えたらクライマックスはすぐそこなわけです。この気の持ちよう持ってるかどうかでセリクラの時の立ち回りが変わるわけです。為替も勢いよく円高に触れています。日本株も配当落ちでボリボリと株価を落とすのかもしれません。まあ株式投資なんてそんなもんです。点滴点相場サイクル的にはパニック相場になりそでなりそな次が読めない展開です。あらゆるケースを想定して後悔のないトレードをしていきましょう。点滴点皆さん今日もお疲れ様でした。投資家リバティです。投資は自己判断自己責任の世界ですが、できるだけ有益な情報を提供できるように頑張っております。それでは本日の気になる5銘柄を紹介します。点滴点6594日本電産。今日はどのセクターもされてたみたいですね。その中で日本電産は本日 2% の上昇です。向こう1年で副社長5人の中から次期社長が選定される予定とのことで、いつまで経っても後継者を決められずにおるわけです。元気な老人というと聞こえはいいですが、実力よりも権力な日本らしい会社です。私は6300円付近で何品の差し値を入れとります。海水照度は 15% です。6503三菱電機不正の温床三菱グループの電機をやっとる会社です。次世代ネットワーク 5G の通信システムの設備点検時に無登録の点検員が無登録の測定器を使って点検してたとして電波法違反が報じられております。無線設備点検が30日間の業務停止命令を受けたようです。業務停止による影響は警備とのことです。おそらく株価への影響も警備でないかと思います。悪い意味でらしさが出てくるの良くないですね。海水照度は 5% です。5781東方金属。最近の私が密かに注目している銘柄です。タングステン、モリブデン、超合金などの会社で半導体や自動車などの需要が高まると業績を伸ばします。個人的に起爆材料として見ているのが核融合炉、余剰粒子や熱を除去する機器を当社が開発していることです。現在は耐久性をテストしており、人類の夢無限エネルギーを実現させた会社の一つになり得るのかもしれない存在意義のある企業なわけです。こういう会社は株買って応援したいと思うわけです。海水照度は 20% です。6201トヨタ自動織機。本日マイナス 11.35% の急落です。フォークリフト向けのエンジンで国が求める評価試験で排出ガスデータを差し替えるなどの不正があったと発表しております。トヨタグループ本家であり国内フォークリフトの主流です。どこもかしこも三菱みたいなことをやっとるわけです。人間は学ばない生き物だなと思いつつも、こんなニュースも人間はすぐに忘れるんだろうなと何展開しときました。海水照度は 10% です。3407旭化成、20年ぶりの最終赤字1050億円を発表しております。サランラップからエーベルハウス住宅まで手広くやっとる会社なわけですが、原料高騰や為替の影響などで減益とのことです。で、一番の原因はアメリカのバッテリーセパレータのメーカーの買収によるのれんの形状です。シャイヤーを買収した武田みたいなもんで、そのうちほっとけば上がっていく銘柄だと思っとります。というわけでこの銘柄も難品しときました。海水照度は 15% です。点滴点、私は役割投資で相場を生き抜いてきました。一括投資、全力投資、信用取引は推奨していません。分散投資、積み立て投資、トルコスト平均法を推奨します。損切りはせずに難品しましょう。点滴点、最後までご視聴いただきありがとうございました。相場は自己責任で命を張りましょう。
応援がてらチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それでは皆さんまた見てね。ご清聴ありがとうございました。